2004-02を紹介します。こちらの作品は目に黒いブチのある犬を掘り出した作品です。種類はブルテリアで、三沢さんがとても好んでいた犬種です。タイトルにもあります通り2004年に制作されたもので、80センチくらいの高さで、本物のブルテリアよりは何回りか大きいサイズですね。近づいて見てみると掘った後を楽しむことができます。素材にはクスノキが使用されていて、油絵の具で色付けがされています。一つの木から掘り出していくのではなく、いくつかの部材を足して作る寄せ木作りという方法で作られています。複雑で変化に富んだ動物の姿を表現するのに適しているために、この方法をとっているそうです。胸と前足の部分やお尻から尻尾の部分を見ていると、ブルテリアのプリッとした体つきがよく表現されていますね。つぶらな瞳がとても可愛くて、目の前に立っていると尻尾を振ってワンと吠えてくれそうな気がします。この作品の他にもアニマルというシリーズで様々な動物を制作している三沢さんらしい作品です。丸山直文、ビーズ&ウィンドを紹介します。こちらの作品は木の間を飛び交う蜂を描いた作品です。2匹の蜂が飛んだ軌跡が青い線で描かれています。ぐるっと画面を横断するその青い線や木々や草花の色使いも相まって、布の模様のようにも見えて装飾的な印象を受けます。高さが2メートル以上もある作品で、作品全体を見るために離れてみると、青っぽい背景に木の模様がぼんやりと浮かび上がってきて、近くで観察しているよりも画面が立体的に見えてくる錯覚を受けるのではないでしょうか。この幻のような風景はステイニングという技法を使って描かれています。ステイニングというのはにじみを意味するステインという言葉から取られたもので、下地処理が施されていない布に絵の具を染み込ませて描く技法のことです。普通はキャンバスなどにはにじみ込まないように事前に処理をして使いますが、この作品では綿の布にアクリル絵の具をにじみ込ませています。このステイニングの技法で描くことによって、支持体である綿の布と絵の具との境が曖昧になり、画面に風景が浮かび上がるような印象を与えています。離れてみると幻のように浮かび上がる風景を、近づいてみると絵の具のにじみを楽しめる、時間をかけてじっくり見たい作品です。